えでは皆さんおそれからあのまあ台湾ではあんまりまだそういう感じじゃないかもしれませんが <laughs> あの明けまましておめでとうございます、えー、どうも日本ではもうお正月終わってしまいましたので今日が1月7日というのが大体あの今の日本ではえお正月の最後の日で。 えー、お正月の飾りをいろいろつけますけどだいたい7日の日に片付けてるのではないかと思います。えー、とそれではまた今年もよろしくということなんですけど今日がそれで最後の授業ということになりました。であのー、今日は、えー、反響雑記 えー、琉球紳士という、えー。ということで、えー、やってみたいと思います。まあ、最後にあの簡単に良妻子それから功労務 について、えー、お話をできればと思っています。で、あのまず、えー、この反響雑記というまあ作品なんですけれども、えー、これはあのー、まあ読解もちろんあのー。 余海という人が書いたものですがえこの余海という人はあは中国の民末新書の時代の人でえこの民末新書の南京の新賄というまあそういうところのまあ記録ということになります、え。ー でこの南京の神話というのは、まあ、あの皆さんもご存知かとも思いますけれどもあの、まあ、当時、まあ、有名であった、まあ、いわゆる色町、えー、西炉ですね日本語では色町といったりしますが、えーえーえー、その、まあ、記録と。 いう書物であります。で、えー、これはあの上中下、えー、まあ三巻からなっておりまして、で、まあこの上巻上の巻というのはまあ画遊というまあ題がついておりますけれども、これはあのだいたいその南京の神街の色町の まあ言ってみれば制度というんでしょうかね。まあ。どういうふうになっていたかというようなことを、まあ書いて、概説的に、まあ書いています。で、それから、え中の巻。というのは、これは、礼品という。 礼品という題がついていますけどこれはまあその親和にいたいわゆる名義有名な義女たちの列伝ということになります。それから下の巻というのはこれは逸字と,という,うまあ逸字という。 えことになっていますが、まあ,あこの神話にまつわるういろいろなまあ孤児、えー、を記した部分ということになります。まああの、えー、どんな、えー、お金持ちのお客さんがいたかとかですね、まあそういうようないろいろなあエピソードをまあ書いたものであります。で、あのまあ南京の神話ってこういきなり、えー、言われてもうなんかあんまりピンとこないというような方もいるかもしれませんが。 あのこれは、えー、ちょうどあの去年の12月に、えー、台湾で、えー、台北で上演をされたという「十日銭」という芝居がありますね清、えー、朝の人の「交、え、昇、ー、人」えー「タオホアシャン」。 「十日線という、まあ、あの芝居がありますけれどもその十日線の、えーまあ、舞台になっている場所というのがまさしくこの「民末新書」の南京新苔であると。で、えー、広報域と、まあ、李光君という、まあ、李昌春ですね李光君。 え李公君がまあこの十日戦の物語のまあ主人公なわけですけれどもあのこの李公君に関してはえ当然当然といえば当然なんですけどこの反響雑記のえこの牧野中え名義列伝の中にえちゃんとその李公君の伝というのは書ののか,かれていますえまあそういうい場所です。 であのー、中国の明代におきましてですね、えー、この、えー、明代のこの南京という場所なんですが、えー、これはあのそもそも、えー、明王朝が初めにできました時に大、えー、宗の修験書は。 えー、この南京に都をいたわけですねでそれあ、えー、とで永楽帝の時代に北京に、まあ、都は移るわけですけど、まあ、南京はそもそも民王朝の一番最初に都を置かれた場所ということもあって、えー、非常に重要なあ位置づけを、まあ、占めていたわけですねまあ言ってみれば副首都というんですかね。 首都というまあそという位置づけを持っておりましたそれで、えーまあ、特にここの南京にはは、えーまあ、大きな家の試験場が置かれれておりました。まあ、これは江南興院,院といいますが、まあその えー、科挙の試験場が置かれていてで、まあ、科挙の、まあ、これは教師ですけどね、えー、教師があ行われて、まあ、3年に1回行われるわけですが、まあ、その時には、えー、今でいえば、えー、大体高訴省、えー、それから徽省、まあ、あとそれからその上海市も入りますね。えー、そこらりの、まあ、受験生が えー、みんなこの南京にやってくるということでまあ特に中国の明代とか清代という時代には、えー、やっぱりこの江南地域が、えーまあ、経済的にも豊かということがあってで経済的に豊かなのでみんなそれだけまあ言ってみればこう学力と言いますかね えー、受験生のレベルも高いわけで、えー、そういうまあとあびきり優れた秀才たちがみんな集まった場所だということになります。であとでちょっとまあ、えー、写真のようなものもお見せしようかと思ってますけれどもあのこの南京の神愛というあたりなんですけれど、えー、これはあの南京城、まあ、南京の。 町、えー、大体こう城,城壁になってまして、まあ、その一番南側の方ですね、えー、今の南京の駅っていうのはもっと町の北の外れの方にありますけど、えー、この町の南の方にあってそれでまあ簡単にこう書くと、えー、こういう町の中を「まあ、神ワイガという、えー、チンホワイフですね

この孔子病のことを「風通宮て風子病」「風通宮尾」というふうに言っております。まあ、あの孔子病だ今でもあの南京に最近えっと地下鉄やなんかできましたけどあのここの場所へ行こうと思う時にはですねあのこれ「風通宮尾」というえそういうあの地下鉄の駅があるんですね。そこで降りれば えー、ここの近くへ行けます。で、あの風刺病の、まあ、すぐ裏手に、えー、これはあの府学という、えー、当時のまあ学校が、えー、あるわけです。まあやっぱり孔子様の廟があって、まあその後ろに学校があるっていうのはまあ極めて、えー、まあ自然と言いますかね、まあ学生さんが集まる場所だ。そして、えー、この うん孔子廟の少し東側ここには非常に大きなかつては大きなスペースを取ってたんだと思いますけど江江南江院江南江院というのがあります今なんかあの華僑博物館とかいうようなやつに <laughs> なってしまっていますけど、まあ、そこがこのかつての江南公院ですね。で、えー この南京の町を南北に貫くまあ大きな通りがありますけどこの辺りえと三山街っていう町があります。で、えー、この三山街とかあとこの辺りにまあ上原橋というまあ細いあの通りがあったんですけどそこら辺がかつての,えその書店。 まあ本屋さんが集まってた町がここにあったっていうんですね。でこれはあのやっぱり、えー、まあ甲子病があって学校があってで三年に一回ですけどお全まあ全国っていうかあの甲南の各地から受験生がたくさん来るわけですからまあそこに本屋さんができるというのもまあ極自然なことでまあたいそういう一角だったわけです。で、えー、そして。 えっと、そこで、あのー、この孔子廟この江南光院の前は神脇川という川になってるわけですけどこの橋を一つ渡るとですねここら辺に旧院という治癒院休院という場所があったんですがここがこのかつての、まあ、いわゆる大きな色町なわけですね。ですから えー、その正正路、陳路、中であったわけです。ですからあのだいたいこう校舎病と、えー、学校と、えー、家教の試験場とまあ本屋さんと、えー、それからもう一つおまけに、えー、この色町というのがこうまあ言ってみればワンセットになっていたという、えー、まあそういう場所であります。それであのまあこの 新米の色町というのが、えー、この年末特にまあこの民末の時期に非常に繁盛をした、まあ、特にあのまあ明代の終わり、まあ、経済的にはこの江南地方はまあ大変豊かであったということが背景だろうと思いますけれど大変繁栄したんですねでそれで、えー、俗に「まあえー、と新米八円と。 いうような、えー、よく小説やなんかにもなってますけど「親、えー、愛八縁」という、まあ、8人のお有名な、まあ、言ってみれば名義ですねがあたくさん出たということです。で例えば、えー、その中には、えー、チン・エン・エンという人がいますねこのチェン・イワン・イワンは、まあ、この人も割と有名な人だと思いますけど。 もともとこの南京親愛の義、ま、女、あ、であったわけですけどあの後に、えーまあ、北京へ行って、えー、五三家というね唯三喰御三家の、まあえー、愛人になるわけですけどその五三家は、えー、明王朝の、まあ、将軍として、えー、その北の方にいた満州族と、まあ、戦争をしてたわけですけど。 えー、そこへ北京にその李自政ですね李自成理事政がまあ入ってきて民王朝が滅んでしまうわけですね。で珍、えー、延々はその時北京にいたわけですけどその、えー、理事政がこう陳延々を奪うんではないかということで、えー、その急いで、えー、その満州と 和平交渉といいますか戦争をやめてですねそれでこう北京に入ってくるでまあそこで清朝にこう変わるわけですけどまあその明から清へというまあ大きな時代の流れをまあひょっとしたら作ったかもしれないのがこの陳圓圓でまあそれがあのこの「親愛」のまあ名義であったということです。それれからこは 傍城という人との関係でも有名ですねそれから先ほども言いました李紫安春李光君なんかもいてその8人有名な議女がおります。でまあそういう具合にこの明代の終わり頃にこの南京の神和の色町というのが。 た、えー、変まあところがですね清、えーまあ、朝に入って、えー、まあもちろんあの南京という町自体は、えー、まあ何と言いますかね、えー、いわばそう戦争をすることがなく開城、えー、するわけなんですけれども、えー、この「親愛の色町」に関しては清、えー、朝に入って えー、これが全部焼けてしまうんですね火事にあってしまいます。で、えー、つまりだから明代には非常に繁盛をして、えー、いろいろこういう、まあ、名義と言われる人たちもまあ出ていたその南京の色町なんですけれどもそれが清朝になって、えー、全くこう衰退してしまうさびれてしまった、まあ、そういう明、えー、から清へかけてのまあ大きな変化 があったわけです余海という、まあ、この南京あごめんなさい反響雑記を書きましたこの余海という人なんですけど、まあ、彼はあの、まあ、ずっと南京で生まれ育ってる人なんですけど えこの若い頃はですねまあこの南京の親愛でえまああの散々遊んでいたという人ですね。ところがえこの予会は清朝に入ってからえまあ言ってみればえもう清の王朝には使えないでえいわゆるその右王朝の移民と言いますねこれはね。 えー、明王朝の移民として、えー、その残りの生涯を送るということになります。まあ、これはあの、えー、その当時の、まあ、特にこの江南地方の、まあ、知識人といいますか、まあ、その人たちにすればいろいろな道があったわけですよね。えー、北の方から満州族が、まあ、攻めてきたという状況の中で,で、えー、もちろん中には。 えー、あくまで抵抗して、えー、命を起こし落としたという人もいるわけですしあるいは中には、えーまあ、先権益やなんかがそうですけれども慎重、まあ、に仕えて、えー、でまあ逆に後になってですね、えー、明王朝に仕えていた人が。 えー、さらにまた新朝にも仕えたということで、まあ、批判されたりもすることがあるわけですけれど、まあ、真に仕えるという道もあったかもしれないんですけど、まあ、その中でもう一つですね、あのー、まあ、えー、別にその死にはしないんだけれども、まあ、しかし清朝には仕えないと、まあ、そういう、えー、あくまでも民朝の移民であるという、まあ、そういう生き方をまあ貫く人もいて、まあ、この魚介なんかもそのその 移民の一人なわけですで、えー、このそういう立場の予会が、えーまあ、かつて華やかであったその明の時代というのをしのんでですね、えー、そして、まあ、この「反響雑記」というものをまあ書くということになります。と、あのー、この「反響雑記の」のもし皆さん何んかお時間があったらぜひ、えー、見てみていただければと思うんですが。 えーまあ、この「反響雑記の序文っていうのが、まあ、私なかなかの名文だと思うんですけれど、あのー、この「反響雑記の中にまあ書かれていることっていうのはまあ全部その色町の話ですね艶、まあ、っぽいえ話ということになるんですけれども、えー、自分はまあ決してえただその美女の話艶っぽい話を書きたくて。 えー、この反響先を書いているわけではないんだということをまあ言います。えー、この一代の、えー、香水だ。ご、えー、一代の香水、えー、先週の考え。 のかかるちょっとこっちにしましょうかつまりそういう色町の香水というものこそですね一代の香水先週の感慨がかかるところであるというふうに言ってそのちょうど明代には大変繁盛していたけれど清朝に入ってなくなってしまったというそういう色町の歴史それこそが えー、一つの時代の歴史さらに、えー、先週の考え永遠の思いというようなものを、えー、表しているんだという、まあ、そういうことで、えー、この「反響雑記を書いたというふうに、まあ、言っています。そそして、えー、その中ではです、ねまあ、はっきりと、えー、定格依頼 え定格というのはあのもちろん民から新に時代が移ったということですね、まあ、世の中が民から新に時代が移って以来「時移り」「物変わり」「ですね、えー、シー,ーウーホアンまあそれからいろいろあるんですけれども「一変の感情」 ち、えー、ゅうえいえーまあはまあこのあとまだまだあの続きますけれど、えー、定格以来、まあ、ちょうど民から清に、えー、世の中が変わって以来、まあ、時代というものは変化し、まあ、物事はすっかり移り変わってですね、えー、一変の感情 今までこう楽しかった場所そういう色町というものがこの「地ゆ」はまあ多分「極まり手」というふうに読むんだと思うんですけどえついには「真まあ草原」草,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 が草が生い茂るようなただの草っ腹になってしまったというまあそういうような言い方がずっと出てまいります。まあ、あのこれはですから えこの「反響雑記というのはまあ確かにえその「親愛の色町ち」の記録ではあるわけなんですけれどえこの民の移民であるこの「魚介の立場からすればえ言ってみればあのまあ民王朝へのまあノスタルジーとでも言うんでしょうかね。 明、えー、王朝をいつまでも思う心というものがあこの記録をまあ書かせたと、えー、いうことになるんではないかというふうに思います。で、あのー、まあノスタルジーってねなんか昔は良かったっていう話はよくいろいろあるんですけれども、あのー、その昔は良かったっていうその考え方っていうのは、まあ、大体 多くの場合はあのやっぱりそれと比べて今はあんまり面白くないというつまり、えー、現状に対する不満っていうことと結びついていることが、まあ、しばしばあると思いますね。ですからあのこの「反響雑記という本は、えー、まあいの記録であるわけですけれど。 あのー、まあ全体がこうやっぱり明王朝に対する死望といいますか明王朝を思う気持ちそこに、えー、そしてもちろん、えー、この定格以来っていうのはもうはっきり新朝になったことはすぐ分かるわけですから新朝になってから今まで素晴らしかった場所も、えー、ただの草ぼうぼうの場所になっちゃったっていうような言い方はひょっとするとなんか,かなりこう危険といえば危険な。 えー、ものの言い方なんですねよくこういうのは禁賞にならなかったと思いますけれどあの、まあ、そういうような内容をあの含んでいるものであるということですでこれがあの余界の、まあ「反響雑記という、まあ、本に関する、まあ、一応簡単な、まあ、紹介なんですね。で、えー、そしてこの 反雑記というこの書物が江戸時代の日本に入ってくるわけです。で、えー、とこれはあのまた日本の江戸時代という時代もですね日本にもえ非常にまあいわゆる色町というものはありまして。 日本の色町というのもいろいろあってですね。これ日本ではまあよくあの有利有利とか誘客とかねえいうような言い方をします。まあこの中国ではまあいわゆる正路賃路に当たるのがまあ有利誘客ということであります。でえまあ各地にまあそれはあったわけですけれど。 まあ特に江戸においてはえまあ吉原という場所があってえそこがあの江戸時代の,まあその一番大きなまあ有利遊郭であったわけです。であのこの吉原というところはあのまあ今でもありますけれどあの浅草というところがありますね東京にね。 浅草,浅草観音があってその浅草観音のまあ後ろの方というかこう北の方に位置していますですからあの、まあ、浅草観音はだい大体、まあ、皆さん行ってみると分かりますけど隅田川のほとりにあって、まあ、近くにあってですね えまず川があってえお寺があってえそしてまあそこのところにこう色町っていうものがあるっていうあたりを考えてもさっきのまあ神話の構造とねなんかよく似てるんだねこれはねあのやっぱり水があってえ孔子廟があってまあそこにあのまあいわば繁華街が出来上がってそこにえ色町があったまあ江戸もそうなんですね。浅草観音っていうのがあってそこに この吉原という、まあ、あの色町があったということです。で、あのー、このまあ中国でもまあ実はそうだろうと私も思ってるんですけれども、あのーまあ、江戸時代特に日本の江戸時代の文学っていうものを、まあ、文学とかいろいろな文化っていうものを考えようと思うとですね、えー、実はこの「有利有格っていうのがまあかなり重要な あの位置を占めていたのではないかと思うんですね。で、あのまあ皆さんもご存知だと思いますけど、あの有名な、えー、まああの浮世絵という浮世絵っていうのはありますね。あの日本の版画でいろんな人物とか景色なんかをね、あの描いたのがあります。この間。 まあちょっと北斎やなんかのやつはちょっとお目にかけましたけどあのこの浮世絵の中のまあ一番重要な作品というかまあ数の上からいってえ一番重要な作品というのはあの大体えこの遊女つまりその儀女の姿を描いたものとそれから えと役者さんですねその歌舞伎屋なんかの役者の絵を描いたものつまりその遊女と俳優その2つを題材にしたものっていうのがまあ一番、えーまあ、ある意味中心的なな題材なんですねもちろんあの風景もあるし他にもいろいろあるわけですけどあと、まあね、この間紹介したような 水古、えー、伝の絵とかね三国志の絵とか、まあ、これはあることはあるんですが何、まあ、といっても浮世絵といえばあの、まあ、役者と遊女というのがあの非常に重要な、えー、題材であると。でまあ結局ですから、えー、その当時の人が何で浮世絵っていうのをこう喜んで買ったか、まあ、つまり何でそういうものが。 発達したかっていうとえこれはやっぱり例えば、まあ、今の、ね、今だったら何でしょうねレコードを買うのか、えー、CD を買うのかもうそんな時代ではないんでしょうかね、えー、とにかく、まあ、例えばその好きな歌手とかがいたら、まあ、その人のレコードを買うとかその人の、まあ、僕らのんだろうね小さい頃はあのブロマイドっていうのがありましたけどね、あのー、そういう歌詞とかなんかのこう写真。 ただの写真なんですよ考えてみればだけどそれを大事にこうだから要するにあの一種のブロマイドなんだねそのいい役者さんのなんとかのファンがあればその人のこう絵を買うそれから、えー、その吉原の遊女で、まあ、こう名義と言われるような人がいれば、まあ、その、えー、浮世絵を買うという、まあ、そういうようなあのことになってたんだと思いますね今でも。あの 綺麗な女の人の。写真みたいなものはあるって言うのと、まあ、同じことだと思います。ですから、あの、やっぱり浮世絵が発達したっていうのも。あの、このゆ、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 有利、遊郭というのが、まあ、一つの、重要な舞台になっているわけです。で、それから、もう一つ江戸時代のことを考えるのに。えー、いわゆる、有利文学っていう。まあ、つまり、この。 えー、遊郭を題材舞台にしている作品、あのー、というのがあのいろいろあります特にその中で、まあ、これはシャレ本というんですけどね、えー、シャレ本、えー、シャレ本というのはあのー、もう完全に、えー、この有利遊郭を、まあ、舞台にしたあ作品ということになります。 でこういう状況がもともと日本にこうあったつまり日本にもおちょうど南京の神話と同じような、えーまあ、色まというものがあり、まあ、そしてそこに、えー、いろいろな、まあ、関係した文学であるとか絵画であるとか、えー、そういうものがあったということなんですね。でそういういとこころへこの反響雑記が え入ってくるわけですけれどもあのこれが日本に来た後ですねまあ大体え今までもいろいろお話の中にも出てきたかと思いますけどまあ例えば「戦闘神話」なんていうのがこう日本に来るとあのまずはその戦闘神話をまあ日本でえ出版するわけですねまあいわゆる「倭国本」というやつがまあ出るわけですけど。 この「反響雑記も早速というかこの和国本が出たわけです。でこれがあの1回だけではなくてもう3回といいますかね3種類和国本が出ています。もう明和明和9年 明、えー、惑年は1772ですね、えー、それから、えー「今日は3年」えー「今日は3年1803、えー」それから「えー、文化11年」えー「文化11年は1814」。 え文化11年の版本はまあ中身は実際は同じなんですけど唐土明義伝っていう唐土はまあ中国ですね中国の明義伝というまあそういうえ名前を変えてあの題名をこ,すちゃかりえこっそり変えてですねえ売り出した「反響雑記っていうやつはねあのこれだけ見ただけでは 一体何の本だかよくわからないわけじゃないですか「パン・チャオ・ザ・ーチー」ではね。でそこでまあこういう具合に、えー、あの中国ではまあ大変流行ったあごめんなさい江戸時代の日本で、えーまあ、こういうやっぱり日本人もこういう有利というようなものに対するまあ興味が非常にあった。 あもので、えー、反響雑記が入ってきた時にやっぱりこれはって言うんで大変喜んで、えー、みんな読んだわけであります。えっ、ー、とそしたらあとちょっとまだ10分ぐらいあるのであの多分時間大丈夫だと思うんでちょっとあのえっ、ー、とパワーポイント今日の関係のとこ作りましたんで。 えっとこれはあのまあなんか、えー、前にいろいろ発表した時にあの使ったやつを、まあ、あのまたちょっと編集してまい、えー、りましたのでこれ前句と消えるねこれの方がいいですね。あのー、まあ民進時代の文学、まあ、ちょうど江戸時代の、まあ、シャレ本やなんかみたいに えー、そういう清労沈労と非常に関係のある文学作品というのがいろいろあるんだろうと思いますけれどもあの、まあ、考えてみれば「そのタオホア・シャン」もそうですし「パン・チャオ・ザ・チー」というのがそれ自体がまあ一つの文学作品だし「まあ、あのイン・メイ・アン・イ」ーなんていうのもまあそういうものだろうということですね。えー、それから えーまあ、さっきお話ししましたけど、あのーまあ、明代の終わり頃の南京親話にはいろいろその当時の文人と、まあ、名義との何、まあ、て言いますかね えー、ラブロマンスがいろいろあるわけですけど、まあ、これが例えば有名な「千建益とリュ「リューニ,ニョゼリュウルーシー」えー「コンティン・ツー・クーメイ」ま「あ、オシアントン・シャオワン」とか、まあ、こういう話がたくさん残っていてでこれが、あのーまあ、基本的には何というか、えー、いい話といいますかね「ウエン・タン・チアホア」だね「分断の川」というような感じで、えー、伝わっているわけです。 えー、決して非難されてるわけではなくてね、あのー、いい話として伝わっている。でまあこれはさっき申しましたが「親、えー、愛八円というようなことで、まあ、こういう人たちがいると。で、あのー、特に、えっと、この明代の場合ですけれど、あのー、女性の詩人とかね、えー、女性の書家女性の画家というのはあのー、だこの「いこの いわゆる名義議場であった人たちというのがまあ多いということが言えると思います。で、これはあの新松ぐらいの南京の地図で、ちょうどさっき地図に書きましたあの南半分のですから南南東側なんですけど、まあここが新淮川ですね。これが新淮川。 でえー、ここら辺にこの一番というあたりが、えー、孔子廟風子廟があって、えー、そしてここに孔院って書いてありますがあの孔院があってそして、えー、ここ三山街という、まあ、通りがあってですね、まあ、そしてここの文徳橋というこのウェンドゥーチャオという橋があの大事なんだと思うんですけど、うんまあ、この橋を孔子廟の前のこの橋を渡ると えこの中庸安というねあの色町になるというだから本当に孔子病があって孔院があってえ色町があるというまあこの川一つ隔てただけというねまあそういうあたりであります。であまあこれはいいですね「風子病江南教院三山街」これはいいや。でえこれは明代のえと典型三年という年に出た 「金陵図影」ンという「チンリントゥヨン」という本があるのですけれどこの中にあちょっとこれあのなんか縦に伸びちゃったねあのちょっとこう絵としてはもうちょっと、えー、こうなんて言いますか,なんか縦長になってしまったんですがこれ明代の絵なんだよねでこう真ん中にこうか川があるでしょ親和川があってそして、えー、これはあのこっち側がね南側から見てるんだね。 でここがこの「フーズミ宮オとこう書いてあってこうちゃんと孔子廟がここにあるんだねそして、えー、ここに「婚、ま、姻、あ」コンインとコインというのがあってそしてその橋を渡ったここのところに「治、えー、ンというのがちゃんとあってですね大体、まあ、いいですからこう明代の,あの,当,時の当時に描かれたその絵を見ても、まあ、今と、まあ、基本的には全然変わってないというか。 あの、この縁としてはね、あの、変わってないわけです。位置としては変わってないということになります。で、あの、これはまあ、ちょっと、もう十何年前に撮った写真なので、だいぶ。今とは違っちゃってますけど、あの、これさっき城壁がありますよね。この東側の城壁です。で、その城壁の外側は。あの、いわゆるお堀、ええー、フーチェン風というね、あの。ご お堀になってるわけですが、まあこれがその新ワイガの一部分で、で一部分は外側のお堀になって、一部分があの城内を流れているというまあそういう関係になります。でこれ城内のあのー、新ワイガー。まあそんなに何ていうか大きな川ではないですね。で、うんとこれがあのえー、っと何でしょう。西側の方から見たそのウェントゥーチャウ、文徳橋というやつで。 ここの辺りがですから、孔子廟なんだね。ここの後ろが孔子病えっ、ー、と親愛南京の親愛のあのー、よく観光の写真なんかを見ると、この絵がよく出てくるような気がしますけど、こっち側があの孔子病で孔子病の真ん前なんですね。これがね。であのえー、孔子では。 前にあのこうパンチというねあの池があることになってるんですがえここの南京の孔子廟はあのこの神話川の流れ自体をそのえパンチにしてるというまあそういうあの形になってます。これがあの孔子廟の前の,おあのパ,イパイファンモンローですねそれからまあこれは大正殿。 えー、孔子廟の後ろの「まあ、風朱恵」「風学」というさっき学校ですね「東南ティー・シュエ」なんてね書いてありますけど、えー、こっちはあの「江南光院」でこれまあ昔撮った写真なんで今はあのここもまたすっかり変わっちゃってあのもっと豪華な,、えー、なんか華僑博物館「空中ポーウークアン」とかいうのになっています。で、えー、とこれがあのずいぶん昔に撮った写真ですけどあの 過去の試験場の一番真ん中にあった建物なんだね。これあの明煙炉って言うんですね。民営煙炉。どういう意味だかわかります？あの遠くまでよく見えるっていう意味じゃないですか <laughs>。あの要するに試験場の真ん,真ん中にあって受験生があの変なことやってないかっていうのをこう。 よく見えるそういうなんていうかあの見張りの塔なんですねだからこれはなんかあの行員自体はもう今すっかりなくなってしまっているんだけどこれはなんかどうもこれも今残ってるけど今この全く同じ建物をあの赤や緑の <laughs> 全く新しいつまり何ていうか 中国的修理というか中国的修復っていうのはどうもそういうものなんだな明代のやつをこうなんかそのまま残そうっていうんじゃなくてあのまた色を塗っちゃうという <laughs> えそういうすごい綺麗な建物に今なっております。で、えー、とこれ三山街の,あの本屋さんですね上原橋も昔あの本屋さんがあったと言われている場所です今は何でもない通りになって。でこれはあの え川を渡ったその吸引のあったであろう場所ですねあのピーパーシアンという琵琶湖というまああの洒落た名前がついてますがそういう場所です。でこれはあの何期に行くと分かりますがあのメイシアンローっていうのはあのー李光君が李シアンチュンが住んでいたと称する場所なんだね。 本当か嘘か分か嘘りませんがえこれ今そ,のそういうのがついていてこれも李ュンがいたと称するまあベッドというえのが今残っています。であのさっきまあお話ししましたように今度は日本のことを考えるとまあ京都には島原というところがあり江戸には吉原。で江戸文学と吉原の関係浮世絵やあとまあ音楽ですね当時の 流行歌なんていうのはだいあのこういう色町からあの流行り始めるっていうのがまあ多かったと思います。えっとこんなあの浮世絵でえみんな友情の絵ですねこれはねこんなのもそうです。それで今描きましたようにあのそういうところへ日本に入ってきてまあ3種類和国本があった。これがあの 反響雑記の、まあ、日本で出た、いわゆる和国本なんですね。で、これ見ていただくと、あの普通の日本の和国本って。あの、漢字だけしか書いてないことが多いですよね。で、漢字に、あの、まあ、これもついてはいますけど、いわゆる返り点送り仮名。漢文訓読用の返り点送り仮名だけがついてるっていうことが多いんですけど。この反響雑記の場合はね。 中国語の原文があってでその左側にまあ言ってみれば日本語訳みたいなのもついてるんですねこれねですからあのそういう意味ではなんていうのかなつまり漢文だけだったらやっぱりかなり読者はね あの限られちゃったと思うんですけどあのこういう日本語訳までついちゃっているということで、まあ、結構それだけ多くの読者に受け入れられたんではないかというふうに思ってます。であのその「しゃ本」という中で一人、えー、三島兄伝という、まあ、江戸にいた作者ですけどあのその彼が「えー、と形成会四十八手」という。 えー、大の、あのー、シャレ本を書いてですねこの「形成っていうのね「こ沈潜」っていう言葉はもともと中国では、まあ、あの美女のことを言う言葉なんですけど、あのー、これ日本に来るとこの「沈潜」っていう言葉自体形成という言葉自体が、あのーまあ、いわゆる遊女儀女を意味するようになるんだね。だから、えー、形成会まあ お金払っていくわけですからまあ買うと言ってるわけですけど四十八手っていうのはねまあ要するにこう僕はこれをあの中国語で翻訳すると要するにピアオクーチーなんというまあそういう本だと思うんですよ。いろいろねこうお店に入る入り方とか何とかからこう始まってねあのご飯食べる時はどうだとかってまあそういうようなことが書いてあります。 あの実はこのさっきの三島経伝の,あの形成会四十八手の一番最初に挿絵がついてるんだねこれね「鯉」に乗った遊女なんですねで。これ本当は中国の物語では鯉に乗ってるのはあ,のある仙人がね「陳エンレ連」という「金鋼」という「とという字に「高い」という字を書いてね 支援連がまあ載ってるはずなのにあのこの絵の中ではまあ日本のその遊女がこう恋の上に載ってるというまあそういう絵なんですね。でそこにえっとこの「イーチエチシエントゥションピンチルーコウ」という、えー「よっかいの千と将兵の落国」というまあそういうような言葉がこう突然書いてあるわけですね。でこれが一体何かっていうと、あのー まあちょうどさっきのところにもあったんですけど反響雑記の,その一番最初の文章なんですけどこの「金陵」は帝王賢との地であるというようなところから始まってでえこういろいろあるんだけれどもその誠に「イチちえチシエントゥションピンチルークオイえ」というこの文章が反響雑記の一番最初に実はあるんだね。でどうも 京伝はあの「この四戒の戦と将兵の落国」という、えー、この文句をあの反響雑記から持ってきてあの今の、まあ、この絵に描、えー、いたんだろうと思うわけですね。でまあ、こんな具合にあのこの日本の江戸時代に、えー、このあこれはまあいいやねあの反響雑記っていうのが、まあ、ものすごく流行ったという。 まそんなことだろうと思います。で、えー、ちょっとお休みを入れてですね。えー、今度はあのこの反響雑記がまあ、幕末から明治にかけて、えー、鳴子マ流北というまあ、そういう文人がですね、えー、それをまあ学んで流教紳士というま本を書きます。でその紹介をちょっとしてみたいと思います。じゃあちょっとここでお休みをいただくことにしましょう。えー、どうもありがとうございます。 えー、それではあのまたた後半、えー、入りいいと思いま,す、えー、まあ,あの先ほど申し上げましたように、えー、日本の江戸時代に、えー、この中国の、まあ、この,の「余海」の反響雑記というのが、えー、大変まあ流行ったということですね。でそれをまあ受けてということになりますが、えー、幕末から明治にかけて「鳴、えー、島流北」という。 えー、成島龍北という人があおりましてこの人は、えー、1837年から、えー、1884年まで生きてた人ということになりますけれど、あのーまあ、大体、えー、1867年、まあ、1868年というのが、まあ、明治維新明治元年ですから。 えーまあ、ちょうど江戸時代の終わりから、まあ、明治の初めにかけて、まあ、生きていたという人ということになります。で、えー、この鳴島流北がですね、えー、まあ龍京紳士という。えー、まあ なんとなく「えー、反響雑記とね「流球紳士」っていうのは、まあ、あのなんとなく似てる署名なわけですねこれはね。であの、えー、これ柳橋流郷というのはあの東京にあの、まあ、江戸にと言ったらいいのかもしれませんけどこれ柳橋という、まあ、地名の場所が確かにあってですね、まあ、そこは、まあ、あのやっぱりまあ一種の色町であったわけです。 今でもこの柳橋っていうところはあ,のあるんですよ。まあ大川と言われる隅田川がありますね。そいで隅田川っていうのがあってえそしてこう神田川っていう川が実はずっと流れてくるんですね。 え東京に来られた方はあのお茶の水なんていう電車の駅があってでそのお茶の水の駅っていうのはちょうどこの神田川のおまあほとりといいますかねそのなんかが崖の上みたいなところにある駅なんですがまあそのお茶の水の駅から見えるのが神田川という川ですわ。でそれがだからずっとお茶の水はこっちの方なんですけどその神田川が流れてきて。 えー、隅田川とぶつかるここのところにね、あのー、これ柳橋という、あのー、柳橋という、まあ、この橋があって、えー、ここら辺りに、まああのー、そういう料亭とか、まあ、そういうものがあったということですね今でも、まあ、料理屋さんがいくつか昔からやっているという料理屋さんがあったりします。えー、っとここら辺、あのー、総武線という 電車が走っていて、えっ、ー、と浅草橋っていう駅があるんだね。浅草橋両国なんですけど、えー、その浅草橋の駅から降りてちょっと歩くと行けるというあたりです。川渡った両国はあの相撲をやってるね、あの両国の国技館というのがあるんだ、この辺ですわ。ですからあので、えー、その柳橋がまあ舞台にまあ、なっているわけなんですけれど。 あのー、この成島龍北という人はですね、えー、この龍北という人は、えー、もともとその幕臣、えー、だったわけです、あのー、江戸幕府の、まあ、に勤めていたといいますか、えー、いた人ですねそれであの実際その頃に、えーまあ、外国奉行なんていうのをやってたという。 ことでありますの,であ,の、まあ江戸幕府の中では、えーまあ、かなり何て言いますかね、えー、偉い人といいますか、えー、地位高い地位であった人だったと思います。で、えー、これあのこの成島龍北はやっぱり、えー、明治時代になってあのその明治の新政府にまあ勤めない。 えー、そして、まあ、これはやっぱり、えー、と江戸幕府の、まあ、いわゆる移民となるというね、えー、その辺だから、あのー、さっきの「えー、反響雑記を書いた、えー、余界と、あのー、すごい、まあ、立場というのはねこう似てるわけですね。あのー、もともとお江戸幕府のお役人だったわけですけど、まあ、明治の新政府世の中が変わってね政権が変わって。 えー、まあその新しい政府にはもう使えないと、えー、ずっと移民のままでいるということで、まあ、そういう点で、えー、反響雑記を書きました「与、ま、解、あ」とも、えー、通じるところが、まあ、あるわけですが、まあ、一方で、えー、その違いもあるわけですね。つまり、えー、余界の方は まあ簡単に言うならばまあその「余会」の方はさっき書きましたけど「その明王朝死あ明王朝へのノスタルジーということが主たるえ内容になってたと思うんですが龍北の方はですね えまあもちろんあの幕府の昔は良かったという話は当然出てくるんだけれどもそれプラスえまあ要するに新政府とかあるいはその新時代へのまあ批判と。 いう側面も入ってくるということであります。それで、えー、今日は、あの、ちょっと、その、あ、それで、あの。えっ、ー、と、この流行紳士という本は、あの、皆さんにもコピーを確か、お配りしていると思うんですが。 えー、これ全部漢文で書かれた本ですねこの柳島流北は全部これ漢文で書いてます。で例えば、あのー、この一つ目ちょっとさっと見てみますけど、あのー、この「琉球新士二編というやつのこの七、まあ、丁目かな、えー、のあたりですね「えー、と一所生っていう星の印をつけたやつが、えー、なかった あこれそうです,そうです、えー、と星の印をつけた「その一書生学校に入り」というところがありますねちょっとさっと読んでみますね「えー、と一書生学校に入りすこぶる英語に通ずと、まあ、これ新しい時代ですからみんな英語なんかを勉強するようになるわけですよね「一書生学校に入りすこぶる英語に通ずで「一石流行定常に飲む」と。 えー、ある日、その流皇亭これはまあ柳橋にあったそのお店の名前だと思いますけど流行亭で、えーまあ、お酒を飲んだとそして、えー、義という、えー、半ば英語を用いるとね嫌、えー、なやつですね,こね <laughs> あの、えー、その芸者さん、その儀女とお話をするのに、えー、半ば英語でやったと。ねなんか えー、ちょっと習ったんでこう使ってみたかったんでしょうね <laughs>、えー、そしてその「曰くと「ろうくん一人英語を知る」と「旦那さんだけが英語を分かっている」と「どはい」度杯えー「解せず」この「 役がが左側の暴君がおかしいですね「わちきたちわかりません」っていうの,、ねえー、いうのはなんかそういうあの芸者さんたちがあのしゃべる言葉としてねなんか面白いですね「わちきたちわかりません」「でこれ甚だ趣なし」と「これは全く面白くありませんと」とまあそれはね あの習って分かってる人が英語しゃべっても分かんない人は分かんないんだからそれは面白いはずはないよね。で「願わく」は「どに押しうるに英語を持ってせよと」と、えー「お願いですから私たちに英語を教えてください」と言うんだね。でと書生「生星い甚だへ曰く」と「甚、え、だ、ー、満足して、えー、こう言った」と。 で慶祭祀慶祭祀でお前たちはなかなかの祭人だなと、まあ、この祭祀はまあ普通中国語ではね祭祭って言ったらまあ男の人だと思うんですけどあのここではまあそのえ義に対して言ってるんだと思うね、まあ、お前たちはなかなか優秀だなとでもしこれを学べば数月必ず対価足らんと。 もしそれを一生懸命勉強したら何ヶ月かのうちにきっと対価になれるだろうよと。で「えー、僕英語において、えー、通ぜざるところなし」と「私は英語に関しては分からないものはありませんと」とまあ随分自信家なんだねこれはね。<laughs> で、えー「知らず」えー「経、えー」「学ぶところ何を先にせん」と欲す「顔」でしょうね。 であなたたちは、えーまあ、何を最初に学ぼうと,いう学ぼうとしたいのか私には分かりませんがと、まあ、要するにお前たちは何を最初に勉強したいんだとこう聞いたわけですね。と儀いわくと「えー、聖杯愛呼ぶ情合持ちゆる、えー、風知なきに似たり」と。 えー「聖杯は仲間内」って書いてありますが自分たちの仲間でお互いに呼び合うのにまあ「上語」っていうのはあのごく普通の言葉っていうかね普通の名前でそれでは「えー、風知なき」に似たりとあんまり面白くありません。で「えー、願わくは老君まず押しうるに、えー、土灰の名を持ってせよと」と、えー。まず お願いですからまず最初に私たちの名前を英語で何て言うのか教えてくださいとまあ言うわけだね。と「書生曰く妙妙」と「書生曰くそれはいいそれはいい」ととまず「義おたけ」「おたけさん」「アーチュー」ってうのは「おたけさん」だね「アーチク」を問うと「おたけさん」っていうのは英語で何て言いますかと,と「いわく」「バンブー」。 <laughs>「バンブー」って書いてありますねこれね「バンブーさん」で「お梅」を問うと「お梅さん」「お梅さん」なんて言いそうだね「お梅」を問うといわく「プロム」「プラム」だねこれねえから「お蝶」か「お鳥」か <laughs>「お蝶さん」を問うと「ビルド」と書いてあるけど「バード」だよね「お前はバード」さんだと「お蝶」を問うここが僕ちょっとわからないんだけどこれ「シェープル」って書いてあるね。 サーポ、シェーブル蝶々ってバタフライだよねね普通は、ね、だからこれ僕もちょっといろいろ調べてみたんですけどうんちょっと分かんないもし何か皆さん調べて分かるようでしたらぜひお教えくださいで、まあ。とにかくお蝶さんというのがいてで応答響きのごとしと、えー、こう聞いたことにみんな、えー、打てば響くようにパッと答えたというわけだね。でところが えーまあ、ここら辺まではまだいいわけだねおたけさんとか、えー、おとりさんとかね、えー、お梅さんなら、えー、まだわかるんだけどでこの、えー、芸者さん議女の名前ってもっと変ち切りんなのもありますからねと儀また、えー、三崎千三崎千さん三崎千を問うとと所詮三崎千ってのは英語で何点ですかとと所詮首を伏して百 を得ずとえこの書生はえ頭を抱えてですねあれこれ考えたけれどもわからないそれからまた「おちゃら」「おちゃらさん」「おちゃらさん」「あーちゃるお」って書いてあるけど「おちゃらさん」「おちゃら」ってのは英語で何点ですかと「書生ますます困す」と「ますます困って」で「汗をその額に拭うていわく」とこう汗をかきながら言ったと。 と今、えー、僕辞書を携えずと、えー、今今日は私は、えー、今日は僕は、えー、と辞書を持ってこなかったで近日まさに英語線一部を懐にしで来たりて、えー、持ってケイラ百半の問いに答えんとすと。 え今度近いうちにその英語線というまあそういう英語の辞書ですね英語のまあ教科書英語線を持ってきてえ皆さんのいろいろな質問に答えようと思いますと今日は分かりませんというまあそういう話だね。でこれなんかあのまあやっぱりえ時代が変わってえなんかみんなが英語を勉強するようになってそして えー、たまたまこう英語を勉強したっていう,こう学生が、えー、そういうところへやってきてですねでこう、えーと「俺は英語でできるんだぞ」なんて言ってこうなんかひけらかすとでそれをうんまあ結局最後はわからないじゃないかって言ってこう何、えー、というかこう批判してるというか風刺してるわけですねそういう風潮みたいなものをね。で、えー、こういうのがまあ出てくる。それからもう一つあの その次のところでえと同じ2編ですけど12丁十二ページ十二丁の表側のところに「一義」っていうのがあるよねこの星つけたとこねこれなんかもっと危ない話なんですけど「一義口に長じて際に単なり」とある一人の「義口に長じて」まあおしゃべりでっていうことですわね。 おしゃべりなんだけれども、さいにたん、単なり。まあ、あの、頭はあんまり良くなかったっていうことなんでしょうね。で、み人皆名付けて、えー、饒舌児、えー。おしゃべりと言い。また、無限上、これべしらずって言うんですね。この、おしゃべりは、まあ、わかるけど。この、うえんにゃんっていうの言葉は、なんか、今の日本語でも、あんまり使わないし。 ちょっとよくわかんないね、うえんにゃんね、まあなんか目のないやつっていう、まあ要するにあんまりよくわから物のわのからんやつということなんでしょうね。で、えー、一日衆議と暴行の縁に自死と。で、ある日、えー、他の議員たちと一緒に、えー、暴行、えー、あるこうと言ってるから、これは明治政府の偉い人ですね。明治政府の偉いお役人さん。 その人の人に出たとで酒高輪なり義商用として孔に問うて曰わくと、えー、まあみんな酒高孔縁石が竹輪になってまあみんないい気持ちになったところでこの義がですねしれっとして、えー、この孔に訪ねていったと。で聞く え後継の生計にあるや皆豪華杯を作り持って行となすとで知らず殿下もまたかつてこれを作るかというんですねでこれ、あのー、いわゆる奥家さんですね京都にいた、あのーまあ、いわゆる貴族っていうか奥家さん。でこれははあのー、江戸時代には まあこう天皇をはじめとしてその奥家さんっていうのはまあ江戸幕府のまあものすごいこうまあなんて言うんでしょうねこう制約を受けていてえあんまり自由がなかったわけですねでもちろんあのどっちかっていうと貧乏大名はあのちゃんと自分の領地っていうものがありますけどまあ奥公家さんたちは必ずしもそういうものがないのでどっちかまあ家柄はね昔からの藤原氏だとか何だとかいろいろ えー、よかったのかもしれないけどどっちかというとみんな貧乏だったわけですね。で、えー、後継の整形にあるやお、まあ、奥家さんたちがこの整形っていうのはだから統計東京に対して整形で、まあ、要するに京都ですよね。奥公家さんたちがまあ京都にいた時には皆、えー、豪華杯花合わせ札っていうんだけど、あのー、日本でいわゆる花札っていうやつがあるんだね。 あのー、まあ何ていうかこうカードゲームですけど、えー、花札、その花札をお作ることをもって行となす、えー、花札のこう絵を描いたりねなんかすることで、えー、アルバイトをしていたというわけですよね。その奥原さんたちがね、奥原さんたちはこうああいう歌を作ったり字を書いたり絵を描いたりまあそういう文化的なことは非常にたけてるわけですから、えー、生活が苦しかったんで。 えー、みんながこう遊ぶこうカルタ花札の絵を描いて、えー、商売にしていたと。で「えー、知らず殿下もまたかつてこれを作るか」ってこれやばいよねあの, <laughs> えと、えー、この今偉くなっているこのあなた様も、えー、と花札をお作りになっていたんですかってこう聞いてるわけだね。と「う学前後なし」と。 こうは愕然として黙っていたっていうわけですねでしばらくして答えていわくと、まあ、ここで、えー、まあ,あの怒って帰っちゃったとか、まあ、そういう話じゃないのがまあいいところですけど、えー、かなりムッとしたと思うんだけどねあのしばらくして答えていったとで「王子、えー、諸子さん、えー、かつてみんな暇であったと。 ね、あの京都のお公家さんたちみんな暇であったで「知らず」あるいは戯れにこれを作るかとねえー、戯れにまあ遊びでそれを作ったのかもしれないよということですね。で「たとえあるともまたかんはるかにこのさにあるもののみ」と。 でもまあそういうものを作る人があったとしてもそれは「官釈官尉」が「子、えー」こってのは俺と言って書いてありますね。自分よりもずっと低いものの話だよとだからまあ自分はやったことはないよというふうに言ったわけですね。で「近来国家多事」最近、まあ、明治に入っていということでしょうね。 国家多事でまた一人のこのような漢字をなすものなしなきひっせりと今や国家畳んであってですねこんな暇なことこんなつまらないこと、まあ、つまりその花札の絵を描くようなつまらないようなことをやってる者は一人もいないということはひっせりというんだからね、まあ、必ずもう絶対いないと。 そうするとその義膝を打って曰くとその義が、えー、分かりましたとこう、えー、膝を叩いて曰く、えー、かいせりかいせり分かりました分かりましたとで近来傍観荷杯甚肌乏し、えー、値もまた従って高しと、えー、最近街中でで、えー、花札が大変少なくなり えー、その値段も大変高くなっていますとで、親父自分の「あ、え、や、ー」と書いてありますけど自分の親父さんは、えー、常にこれをたんすとこれを嘆いている「将、えー、もまたそのゆえを知らずと」と、えー、自分の親父さんが花札をやるんだろうねこの義のね。でその親父さんは、うん「最近花札がなくなって高くなって困るわい」とこう言っていると。 で自分もその訳が分かりましたが今殿下の話を奉承し祝儀紹介したと今殿下のお話を伺ってずっと思っていた疑問がすっかり解けましたと訳が分かりましたと。でそれこれをなすものは少なくこれを持ちうる者多ければすなわち えー「はい常に足らず、えー、値の高きまた無べなるかなと」と、えー、これをなすもの、えー、これを作る人が少なくて、えー、使う人が多ければ、ねえー、つまり花札を作る人が少なくて花肌それで一方で花札を使う人が多ければ、えー、その「はい花札は常に足らなくて、えー、値は高くなると。そのこともまた 無なななるかなと最もなこともこですと、えー、そういうふうにその魏が答えたっていうんだねその明治政府の元京都の公家の高官に対してねで「曼沙皆、えー、汗をその手のひらに握ると」とハラハラドキドキする時に手に汗握るっていいますねでそのことなんですけど、えー、まさかそのこれだけ えなんかその交換をねなんか昔え奥公家さんたちをこうコケにするようなえ昔花,え花札を作っていたのがえ今花札を作らなくなっちゃったからこまみんな困ってますみたいなことをこう言ったっていうんでねえみんな手のひらに汗を握ってハラハラして見ていた。その後怒っっって帰っちゃったとか えー、大暴れしたとかそう書いてないんで、まあ、話はここまでなんですけど、まあ、これも、あのーまあ、そういう、えー、昔、まあ、貧乏であったその奥家さんが、まあ、新しい政府になって、まあ、急に、えー、権力を得てですね、まあ、こういうところへ、えー、遊びに来てっていう、まあ、そういうようなことをい、まあ、わば、あのー、ちょっとこう。えー 面白おかしく書いているという、まあそういうところだと思います。で、まあこういう要素があのこの流北の半狂雑記じゃなくて流京紳士の中には、えー、あるということなんですね。えー、もっとあのー、はっきりと、えー、なんかそういう、えー、柳橋の料亭に来てお酒を飲んで。 えなんか大暴れをしてたやつとかというまあそういう話も出てきてはいます。で、えー、これがまあ、あのー、そういう「反響雑記それからこの「琉球紳士」というやつです。琉球紳士も、あのーえーとまあ、漢文で書かれてますので多分皆さんにはかえって読みやすいんではないかと思います。 で、えー、とあと少しの時間ですけれどあのもう簡単に、えー、お話をしておきたいのが「あの両裁 C」なんだね、えー。保証例ですね。 良妻詩はあの、まあ、新朝に入ってからあの書かれた、まあ、作品であります。であの前回も確かお話をしたかと思いますけど、えー、やっぱり江戸時代全体を通じて一番流行った作品っていうのは、まあ、例えば水古伝であったり三国志であったり、えー、あるいは三元であったりあのいずれも民代で の終わり頃だ作られた作品なんだねでそれがあのまあ江戸時代の初めに当然日本に来てそしてえと非常に時間をかけて読まれもしそれからあのその影響のある作品がまあ生まれたとまあだからやっぱりそこには100年以上の時間がまあかかってるわけですね。 詩は清朝に入ってからの作品で,でこれはまあ確かに日本にも入ってきていますそれからコーロームも同じなんだねコーロームもえー江戸時代の間にもうすでに日本にあの入ってきてるこれは明らかにそういう資料があってあの分かるんですね。ところがじゃあえとその江戸時代にそれ読まれてなかったことはないと思うんですけど 両妻の影響を受けたあるいはまあその作品に基づいた日本文学の作品があったかっていうと必ずしもないんですねでところがあの日本に来てだと、えー、大正から昭和にかけてもう明治を越して、えー、大正昭和にかけて、あのー、実はこの良妻子をもとにした作品というのがいっぱい 書かれるようになるんですね。こう,う不思議だよね。で、あのー、もう非常に有名なあれですけど、例えば芥川龍之介、え芥川龍之介があのその名前もえっ、ー、と手中っていう小説を書いてるんですね。これはあのー、実際もう良妻シの中に この手中」という全く同じ題の作品があってお話があってでまあそれをえ日本風にまああの芥川流にアレンジして書いてるっていうのがこの「手中」という作品なんですね。でえとそれから「太宰」「太宰治」「太宰治」がえ少なくとも2つ。 えこれ一つは「筑生っていう題のものなんですけどこれはもうまさに「良妻子」の中にこの「筑生っていう名前の同じ物語があってえこれをそのままあの日本風にアレンジして書いてるんですね。それからもう一つ「製品蘭」という。 製品丹」っていう小説を書いてるんですけどこれは良妻子の中の「菊栄っていう菊の花の生の物語なんだけどねあの菊の花の生の物語なんだけどその「菊栄という話を「品賓っていう形で あのーまあ、本案で、まあ、本一種の本案あ本案、うんまあ、本案だね、して、えー、書いてる <music> まあですからあのー、まあもちろんやっぱり一般世の中全あの江戸時代のことを考えても中国でこういうある作品ができた。 でそれが、まあ、日本に来たとしてもですね、えー、すぐにじゃあ影響を与えたり、えー、したかっていうとこれは必ずしもそうではなくてかずっと長い時間がこうかかってるわけだよね。でだけどじゃあその良妻子の場合なんで、えー、大正時代になりあるいは昭和に入って、えー、この良妻子ものが、えー、こんなにたくさん出るようになったんだろうっていうのは まあ確かに不思議といえば不思議な物語なんですがこれは多分おそらく理由があると思うんだね。というのはあのこの涼まあこの「保証令」という人はこうご存知だと思いますけどあのまあ中国の,あのいわゆる知識人の常としてえその家僑 の試験ががあるわけですが、えー、この科挙の試験を、まあ、受けて、えー、そしてまあ一生を受け続けたけどあの受からなかったという人なんですねでまあこれはあの彼の場合なんかその過去の試験の入る前の最初の同志という 段階でなんかトップ合格しちゃうんだね。ものすごい優秀な成績でその予備試験を通ってしまうわけですね。でそうするとやっぱりいけるんじゃないかというこう期待がどうしてもあるじゃないですかね。だからそれで今度こそ今度こそってこう三年ずつ。 え毎年毎年受けてでとうとう亡くなるまで受からなかったというまあそういう人ですけどまあそういう一種のまあ落第性みたいなのがこの保証令のまあなんて言うんでしょうね基本的な性格みたいなところかもしれないね。でそれでその良妻子の中の物語っていうのをこう見てるとあのやっぱりどうもその落第性が出てくる話多いじゃないですか。 でこうある書生さんがこう試験に受からなくて、えー、うつうつとしてこう勉強してると、えー、なんか突然こう美女が現れてとかねあのなんかそういうなんか受験生のこうなんか鬱屈した <laughs>、えー、心理みたいなのがよくわかるよねでそ,そういうところがあると思うんですね。でそこで、ね、あの日本の,あの江戸時代 まあその明治以後のこう社会っていうものをこう考えてみますとねあの江戸時代っていうのはまあ日本何ていうかえ平和といえば極めて平和な時代であったんだろうとは思うんですけどあのいわゆる死の交渉っていいますよねつまりその身分制度。 身分制度が非常にはっきりしていてですね基本的には武士の子どもは武士だし農民の子どもは一生農民だし職人さんの子どもは職人さんだし商家の子どもは一生商家であるというそういう非常に固定的な社会であって。 あのもう何て言いますかね基本的に、えー、その社会的なこう流動性みたいなのがほとんどないでこれはもう何ていうか、えー、そういう社会なので、えー、これはもう何ていうかだよねだからまあ商、えー、人なら商人として生まれたらまあ所詮は武士にはなれないわけだけどもうそういう自分の文の中で えせいぜい楽しく生きるしかないというまあそういうことですよねこれはもう農民は農民でまあそういうことになってるわけだと思うんですがでこれがあの明治に入ってえまあいわゆる市民平等って言われるえ社会にまあ入るわけですね。 あの今までみたいな、えー、そういう固定的な、えー、武士の子は武士じゃなきゃいけないっていうこともないと、えー、農民の子は農民の子じゃなきゃいけないっていうことはない、まあ、そういう世の中にまあ変わるわけです。で、えー、一方で、あのー、じゃあその例えば明治政府やなんかのお役人っていうのをどういうふうに、えー、人材を登用するのか。 っていうことなんですけど、でここで試験になるわけですね。でまああのー、明治の十年にえっ、ー、と高等文官試験っていう、えー、いうのが始まります。で公文っていうんだけどね昔からね、まあ要するにこの高等文官試験っていうのに合格した人は えその政府のまあ役人になれると高官になれるっていうまあそういう試験であります。でこれ考えてみるとまあ要するに家境なんだよね。でこういう資能交渉なんて言ってあの身分でがんじがらめになってった時代には家境なんていうものは存在しないわけですよね。家境制度っていうのはまあ中国でまあこれはいろいろ見方もあるけれど。 あのまあ出身がどんな人であったとしても、ねえー、お百姓さんの子供であったとしても一生懸命勉強してですよ、ね、でまあ逆に言えば偉い人の子供でもあのボンクラだってこの「家去の試験に合格できなかったらあの転落してしまう」という、まあ、そういうつまりある意味一種の。 流動性はあったわけですよねだからその辺が中国の社会とこの江戸時代の特に日本の社会っていうのはあの本質的に全然違うわけだね。家去っていうものがあって、えーまあ、身分のこう変動ができるかどうかっていうのとねもう全く生まれた時の状況が変わらないのかっていうのは大きな違い。でそれが明治時代ににななって、まあ、市民平等になり えこういう試験に合格すれば、えー、その親が死、まあの交渉いずれであってもお政府の偉い人になれるんだと、まあ、出世することができるんだっていう、まあ、そういうことになれば、あのー、つまりまあ言ってみれば中国で言えば、まあ、800年の後だけどね800年遅れてこの結果制度が始まったような話なんですねこれはね。 えと福沢諭吉という福沢諭吉という人が「学問のすすめ」という「学問のすすめ」という本を書いてこの明治時代の初め頃に大ベストセラーになるわけですね。 で「天は人の上に人を作らず」と「人の下に人を作らず」という言葉が有名な書き出しとしてあるんだけどこの福沢諭吉が学問の勧めっていうのをこう書いてこれが大流行したっていうのは要するに学問をしてこういう試験に合格をすればえみんな誰でもこう偉くなれるんですよっていうまあそういう勧めでもあったわけだね。要するに一種の立心 出世、えー、そういうことを、まあ、あの進める立身出世っていう言葉が、まあ、いわば明治時代の一つのスローガンみたいなもんなんですね。死の交渉だったら立身出世ってできないわけじゃないあの偉くなろうと思ってもできないわけですからねあの、まあ、そういう時代だったわけですね。で えー、これは何ていうか今までうんとそういう身分制度があったために、まあ、どうしても、えー、たとえ才能があったとしても例えばお百姓さんの子供として生まれたけれどもものすごい優秀だった人というのが、えー、しかしやっぱり能力を発揮できなかった。でそれが まあ今やこういう高等文化試験とかあるいは大学とかね学校っていうものの入学試験もありますよね。でその学校を出ることでどんどん出世することができるっていうようなまあ時代になってえそれは確かに今までえ立身出世が不可能だった人たちに新しい道を開くことはできるようになったわけですね。これは確かにまあなんていうかにいいい側面っていうか あのプラスの面としてはその通りなんだけれどもえ一方でえこういう「試験」っていうものには必ず受かるやつと落ちるやつがいるわけだよね。の試験もそうですけどねでそうするとえここで日本で初めてまあ多分初めてだと思うんだけどえ落第生っていうものが出てくるわけだね。 あの落大生というものがねそれで、えー、これがですね、あのー、おそらくその大正から昭和になって、えー、この保証令の良妻子位っていうものを日本人が本当の意味で理解して分かっていくということの多分背景になるんだと思うんだよね。 これ「太宰の畜生」で「えー、新曲良妻 C」なんていう台がついてますね。でこれ、あのーまあ、話全体がもともとの本来の畜生の話と、まああのー、特に結末の辺りが非常に違っているので、あのー、これは皆さん読んでみると大変面白いと思うんですが、えー、この書き出しがねまず「 えー、昔コナンの何とやら群雄に、えー、漁洋という名の貧書生がいたと、えー、どういうわけか昔から書生は貧ということに決まっているようであるなんて書いてあってねでこの漁く君など治育ちともに卑しくなく、えー、美目清衆容姿また官がの趣があってあしたがまあなかなか優秀な人だったというわけなんですね。でところがが非常に運が悪くて でえっと、なんかその,その裏の方へ参りますとねあのなんかあんまり、えー、美しくもなく性格の悪い、えー、女性と結婚しちゃったというんですねこれがね。で、えー、その132ページっていうか書いてある、えー、真,ん中のああの真ん中のあたりで,でいつまでも、ね、この鍵括弧のついたところですねでいつまでもこのような惨めな暮らしを続けていては 我がが立派なな祖先に対ししても申し訳がないとで俺もそろそろ三十自立の秋だよしここは一発奮発,あ一奮発して大いなる生命を得なければならぬと決意して、えー、まず女房を一つ殴って家を飛び出し、えー、満々たる自信を持って教師に応じたがいかにせん長い貧乏暮らしのために腹中に力なく えー「しどろもどろの答案しか書けなかったので見事に落第と」と、えー「とぼとぼとまた故郷のあばら屋に帰る途中の悲しさは比類がない」えー「おまけに腹が減ってどうにも足が進まなくなって、えー、童貞湖畔の五王病の廊下に這い上がってごろりと仰向けに寝転び」えー「ああこの世とはただ人を無,いし無意味に苦しめるだけのところだ」で「俺のごときは幼少の頃より もっぱらその一人を慎んで個性権の道を極め学んで思考して時にこれを習っても遠方から福音の訪れ来る,来る気配はさらになく毎日毎日忍びがたい侮辱ばかり受けて大有猛心を起こして教師に応じても無残の失敗をするしこの世には鉄面皮の悪人ばかり栄えて俺のごとき気の弱い貧書生は 「永遠の敗者として嘲笑せられるだけのものか」えー「女房をぶん殴ってさっそうと家を出たところまではよかったが試験に落第して帰ったのではどんなに強く女房に罵倒せられるかわからないああいっそ死にたい」<laughs> と極度の疲労のため精神朦朧となり君子の道を学んだ者にも似合わずしきりに世を呪い我が身の不幸を嘆いて 薄目を開いて空飛ぶカラスの大群を見上げカラスには貧富がなくて幸せだなと小声で言って目を閉じたとこうあるんですけどねこういうでこの後あと彼はその、うん、カラスになるんだね、えー、五横病のカラスになって、えー、それでその筑生という名前の。 美しいいカラスの奥さんとと一緒になるというまあそういう物語でまだまだあとは続くんですけどここのところのねあのまあ書き出しにありますようにあのこういうそのまあ何か落第生の心理っていうまあこれ太宰治自身はまあ,あの彼は東京大学の帝国大学のフランス文学科に一応入っているので彼はまあ東大生ではあるんだけどでも東大の普通文化 途中中で落ししして中退して退しまうんですね。で彼は自分の,あの青森の、まあ、ものすごい大きな地主のせがれなんですけれどもあの逆にまあそういう親の期待とか、まあ、そういうものがあったから、えー、それに応えられない自分っていう、まあ、つまり、まあ、やっぱり東京帝大には行ったけど、えー、文学なんてものをやってしかもそれも落第してっていう。 まあ、まさに落第性心理っていう点ではあの彼もそれはあったわけですから、まあ、そういうところがえこのそういう太宰がえこの良妻思のこの畜生っていう話を読んだときにねやっぱりピンときたんだねこの落第性の気持ちっていうのを良妻思はちゃんと書いてる。でそこであの実は良妻思の中ではここの場面に至るところまではごくごく本当に簡単。 えー、数行なんですねでそれをこれだけ膨らませて、えー、こう女房をぶん殴って出てきたとかね <laughs>、えー、なんか妙にリアルなんですけど、あのー、そういうところで、えー、こう書いてある。で、あのー、まあこれ空を飛ぶカラスの大群を見上げて、えー、カラスには貧富がなくて幸せだなと言って目を閉じたなんていうあたりはね あのま,あまさに落第生の心理として非常によくできているんではないかとこう思うわけですがまあこういう作品がやっぱり出てくるのは非常に大きな背景としてはねやっぱり江戸時代から明治になってあのまあとにかくえこう立身出世を,をしたやつがいることは事実だけど一方であのそれができなかったっていうやつがねこう出てきてる。 まあそういう状況っていうものが一つとしては背景にあったんだろうということですね。でそれからあとまあ最後これはごく簡単なんですけどまあコールームね。でコールームは確かに江戸時代の日本に入ってきて、えー、時々読んでる人もいたかもしれない。 でただやっぱり今までもお話してたように大体日本の,あの中国から作品が帰ってきて日本で本当に、えー、それが読まれ、えー、理解され、えー、日本文学の作品が出てくるまでにこうものすごい時間がかかってるわけですね。で江戸時代がもしずっとこのまま続いていたら、えー、日本版コーロームっていうのがひょっとしたら出たかもしれないんだけど。 ゴーロームが入ってきてき年だから、えー、明治になって、まあ、ヨーロッパから、えー、ロシア文学とかあのイギリス文学とかフランス文学とか、えー、そういうヨーロッパ文学がどさっと入ってきて、まあ、そっちがむしろある意味主流になってしまってですね、えー、中国文学は今までは、まあ、あの文学といえば中国文学だったわけですけどあのまあ 要するにたくさんあるものの中の一つということになってしまってえコロームもですからまあ読む人はいたんだけどえそういう影響を受けた作品というようなものが本当に出てくる前にですねあのまあヨーロッパ文学の時代になってしまったというまあそういうあたりなんだろうと思います。ああ本当にままだまだお話をししたたいいこことととかなななきゃならないことはたくさんんあるんですけど えー、一応この、えー、中国民進文学と、まあ、日本の文学ということで、えー、いくつか代表的なものをあの選んで、まあ、お話ししましたがまあ一応今日で、えー、終わりということになります。まあ本当に、えー 18, まあ、18週本当はやってないですけどあの、えー、最後までできるんだろうかと心配してたんですけどあの、まあ、幸い皆さんにお付き合いをいただいたおかげで。 ええー、なんとかあの事、ー、業をやることができました。まあ本当に皆さんありがとうございました。今ち,ちょっと待って、ね、姓じゃなくてこれ公英ね、ワインでした。間、まあ、違えた。えっ、ー、と菊の花のせいなので菊英なんだけど、これ公英。ちょっとここだけやっていいですか。あとで最後に失礼しました。あの えっと製品の品との話今ご指摘いただきましてえと菊永ではなくて荒永ですねあの菊の花のせいなんで僕間違えちゃって菊永にしたんですけど「保安院」というのがあのこの元の題ですどうもありがとうございます。訂正しますありがとう